はい、今回の動画は Excel の棒グラフの棒を太くする設定方法をご紹介します。で、Excel で棒グラフを作成をして、まあ、それぞれのこの系列のこの棒ですね。今、こちらのグラフに関してはね、特にね、設定をいじらずにですね、棒グラフを作成をしてますけども、そうするとね、まあ、このぐらいの太さのですね、棒グラフの方ができます。 でこれで良ければねもちろんこのままでもいいんですけどもこの棒グラフのですねそれぞれのこの系列のですね太さをねもうちょっと太くすることによって、まあ、例えばですけどプレゼンなんかでですねこういったですねグラフを使う時にこのねグラフの見た目のインパクトをですね少しね強くすることができます。それではね早速その設定方法ですけどもこの棒グラフのね系列のどこでもいいんでこのねグラフのね棒の上でマウスを右クリックしてもらってこのデータ系列の書式設定というところをクリックをしてください。 はい、そうするとねこの右側にですねこのデータ系列の書式設定の画面が出てきますんで棒グラフを太くしたい場合はですねこの系列のオプションの中のこの要素の間隔というところですね これが今こちらはね219%になってますけどもこちらのですね間隔のパーセンテージを下げることによってですねこの棒グラフの棒がね太くなりますんで、まあ、この219%ってね今書いてあるところにねカーソルを入れてここでね自分で数値を直接入力をしてもいいですしこの左側のスライダーのところですねこちらをですね左にドラッグしてあげることによってこういった形でですねそれぞれのねこの系列の要素の間隔が狭まってこのグラフの棒を太くすることができます。 でこちらはね見てもらうとわかるとは思うんですけども先ほどのですね219%の時よりもこの棒グラフのそれぞれの系列が太くなってですねこのグラフのですね見た目のインパクトとしてはですね最初の状態よりも強くなったんじゃないかなと思いますなので棒グラフのちょっとした設定ですけどもグラフの見た目のです、ね、インパクトを強くしたいとかね見た目的にわかりやすくしたいといった時にですねこの設定を書いてもらうといいんじゃないかなと思いますそれでは今回の動画は以上になります 今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。